おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ261ですね。はい、今回ご紹介するのは、前回の最後の方にも言いましたが、その前までにご紹介していましたあのアリサですね。こちらの、ゴッドイーター2バージョンみたいな感じかな。はい、こちらの方をご紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃんと、まずいつも通り、はい、魂ウェブ限定なので輸送箱からスタートです。で、紹介前に気づいたんですけど、こちらも統合5ですね。なので SH フィギュアーツになってます。 D アーツではなくフィギュアーツでしたね。で、魂ウェブ商店、こちらに、アリサ、イリーニチナ、アミエーラで合ってるはずだな。はい、それの、ゴッドイーター2エディション、ゴッドイーター2バージョンですね。そして裏です。まあ、裏はいつもこちらに伝票貼ってあるんで、ここに書いてある字がちょっと読みにくいよという感じです。では早速こちら開けていきたいと思います。よいしょと。はい、これが一応開けた状態ですね。で、前回の動画の最後の方にも言ってましたが、装備品ですね、こちらが何ついてたか覚えてないと言いましたが、ガンモードですね。ガンフォームの方の、人機がついてるみたいですね。一応パッケージこんな感じです。はい、側面、裏、そして反対側、そしてさらにトップと底ですね。はい、では早速開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、開け終わりました。一応これですね。あとこれが説明書、いつもの説明書ですね。はい、で一応ガンフォーム、持たせ方、あとタブレット、あとディスプレイベースがついてるみたいですね。あと交換用表情と、あと手首のリスト、タブレット用の専用の手も1個ついてるみたいです。はい、で一応こちらです。で、後ろですね、こっちの方に、ガンフォームの人機とベースとアームが2本ついてます。そしてこちらフィギュア本体、替えの表情で、帽子取り付け用の専用の前髪ですね、とクリップ、交換用手首、こちらがタブレットとなっております。では、いつもの通りこちらの方に全パーツ並べていきたいと思います。はい、すべて並べ終わりました。こちらがいつものベース、これもいつもと同じアームですね。で、このクリップも前回のあのガンフォームと基本同じですね。で、こちらの人機、ガンフォーム、これも多分塗装ですね。この傷塗装みたいな、こういうもの以外は多分同じもの、多分塗装違いみたいな感じだと思います。はい、それ以外にこちらがタブレット、帽子取り付け用の前髪、交換用手首、これがタブレット用ですね。で、握り拳、グーですね、と、普通に構える時のやつと、これが、まあ、正面に向けるため専用の手首っていう感じかな。そして交換用の表情3つ、そしてフィギュア本体となっております。それではまずいつもの通りザーンと避けまして、よいしょ、こちらアリサです。はい、とりあえずぐるり一周。はい、こんな感じです。一応こちらゴッドイーター2ということで、はい、ゴッドイーター2ということで衣装が、一新されております。前回はどっちかというと赤黒かなだったのか、どっちかというとまあ上着といいますか、これのせいで多分赤白な感じがするかな。白がちょっと多くなった感じがしますね。はい、では早速稼働いってみましょう。まず稼働としては左右、上下、ちょっとこの首元の関係で上も下もちょっと、具合悪いかなって感じ。後ろはこんだけ空いてるんですけど、それでもちょっとねっていうイメージかな。はい、で腕、まあ、まっすぐ上に、肩の引き出しはないので、まあ、これが限界かな。で、左右は
まあ、ここまで上がります。で、腕の内側にボールジョイント受け入ってますんで、まあ、ここでグリグリ動く。あとジョイントのところで、まあ、ロールすることもできますよと。そして腕はここまで曲がります。はい。そして手首、ここにジョイントありますんで、内、ジョイントの位置変えてあげれば外、まあ逆か、上下、これもできます。はい。あとボディの可動ですね。ボディの可動はこの胸の下のところと腰のここのところで、可動します。はい。で、脚部、足ですねは左右ここまで開きます。で、前後これぐらいですね。で、足のロールですね、こちらの方がするにはしますが、この太ももではなく、ここの付け根のところですね、この股関節のジョイントのところでこうひねる感じです。はい。そしてここのところの盛り上がりがあるんで、お尻の造形がちょっとまあややリアル系かなっていう感じ。この辺りからじゃないですかね、もしかしたら。この辺りをこだわるようになったのはフィギュアーズの方も。はい。足は90度で、あと足首の方でジョイントありますね、そこで調整して動かすという感じです。一応フィギュア本体としてはこんな感じですね。ただ今現在アニメやってるのはゴッドイーターの方なので、イーター2のこっちの衣装は多分あまり馴染みがないのかもしれないですね。私もゲームやってないので分かりません。はい。で、いつものベース、こちらの方にまずアームをまあ取り付けますと。ちょっと避けますね。そして先端にクリップパーツを取り付けまして、あとボディの方をまあ挟んであげますよと。こんな感じですね。はい。で、とりあえずこれで今一周します。はい、こんな感じです。で、フィギュアートの方、こちらの方は毎回のように言っておりますが、背中のところに取り付け用の穴がありません。それなので、クリップでこう挟む感じになりますね。なので見た目は綺麗ですが、クリップでこういう風に挟む形と。なので、状況とキャラクターによっては腕がまっすぐ下がらないと、クリップに邪魔されてこうなっちゃう可能性がまあややありますよという仕様ですね。まあそれもどっちもどっち、フィグマがいいのか、フィギュアーズがいいのか、それは購入した方の判断ですね。はい。では早速次行ってみましょう。次、この帽子ですねをかぶせてみたいと思います。まず前髪を取ります。そして、あ、ついでだから交換の表情もやっちゃおうか。こちらの顔にしようかな。こちらとこちらとこちらの顔がありますが、まあ通常の顔の方からまあ、この顔にしたいと思います。今ついている表情パーツを外しまして、別な表情パーツを取り付けます。これはどの顔をつけても一緒です。そして、まあ、この前髪外したやつに戻すんですが、今回一応帽子用のこのてっぺんには四角が穴開いたやつですね、こちらをまず取り付けます。はい、このように取り付けました。そしたらこの帽子のこの四角いやつをこの前髪に開いてる穴にこうはめ込む感じですね。はい、こんな感じです。取り付けたらこんな感じになります。はい。それとあと手首の交換ですね。とりあえず今簡易にできるやつにしましょうか。左手こちらの方を外します。そしてとある手首を取り付けました。はい。この手首というのが、はい、こちらのタブレット用の手首です。はい、このように持たせました。一応先ほど取り付けた手首、これは専用の手首となっておりますので、まあこんな感じですね。後ろから見たら、はい、こんな感じで持たせることができます。はい。一応手首の交換と方法は基本一緒なので、ご説明はこれで一応終わりかな。
では一応こちらの今のこの状態ですね、この状態の方から、このガンフォームの人機、こちらを持たせてポージングをしていきたいと思います。一応これ前回のあのガンフォーム持たせ方と一緒ですね。こっちのグリップの長い方、長い方と言いますか、まっすぐな方にこのように取り付けて、こちらの方に左手ですね、左手の武器持ち、はい、これをまあこのような感じではめ込んで、あとフィギュア本体のポージングを変えて、まあ、持たせますよというのが多分基本の流れになると思います。では早速、ポージング変えてこちらにちょっと置きたいと思います。はい、一応ポーズ取らせてみました。一応パッケージ風のやつです。はい、では一応こちらちょっとカメラ寄ってみたいと思います。一応こちらですね、人機ガンフォームのこの辺のね、ハゲチョロみたいな、この辺の塗装とかはいいんじゃないでしょうか。でさらにこちらアリサですね、ピントが合わないけど、はい、衣装が非常にガラリと変わってますね。で足上げた時の感想を忘れてましたけど、前回のここってもうちょっととんがってたんですよね、ブーツ自体が、この太もものここのラインが、それから干渉しなくなっているのと、サスペンダーって言っていいのかがないので、肩周りも非常にスッキリしていると。あと腕のこちらの方もその辺が非常に変わってる。ただちょっと帽子がちっちゃくなってて、ちょっとイメージがちょっと変わりすぎてあるのかなーっていう感じもします。あと持たせ方がこれで合ってるのかどうかが非常に不安。全体的に前の方が、似てたっていうか可愛らしかったんじゃないかなと。今回のこちらの、ゴッドイーター2バージョン、パッケージのやつともいまいち、付属してる顔もなんかいまいち違うんですよね。なんかちょっとしっくりこねえなっていう、そんな感じです。で一応前回までのゴッドイーター1の時のやつですね、はい、一応並べてみます。先ほど言ったのがここの部分ですね、これとここの肩にかけてるこれですね、あと帽子のサイズの差、あとここですね、ここら辺が違うと。私の好み的にはこっちのやつの方が好きです。お好みに合わせて、ご購入できるのであれば買ってみてはいかがでしょうか。ではさっと避けまして、いつものこのコーナーです。ほとんど本当になくなっちゃった、これじゃ。はい、ファイナルフォームライドのデンライナーですね。はい、こちらです。こちらがもともとこのカードだった予定です。それが何、かの改変で、モモタロスになったという、その前のカードです。ファイナルフォームライド、はい、カードのデザインが変わっても音声は一緒でしたね。ではガンフォームアリサ戻しまして、はい、一応これで、ゴッドイーター2ですね、こちらエディションの、アリサですね、こちらの方ご紹介終了したいと思います。次回は、予定では SIC を久しぶりにやりたいと思います。3回でね。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。